コンオフの去就が注目を集めている巨人の中田翔選手。高校時代から素質を高く評価され、4球団がドラフト1位で指名しました。しかし、当時中日の監督を務めていた落合博満氏は、中田選手を NG リストに載せていました。この決断の背景には、落合氏が掲げていた、ある信念が影響していたのです。落合氏が中田選手に感じていた不安は、最悪の形で的中することとなりました。今回は落合氏と中田選手に焦点を当てながら、野球界の根深い問題に迫っていきます。中田だけはダメだ。23年シーズンの中田選手は、92試合に出場し、打率、2割5分5厘、15本塁打、37打点を記録。依然として強力なバッティング能力を持っているものの、得点圏打率は2割1分と低迷しており、代打での起用は難しいことを示唆しています。打率と得点圏打率の向上が、プロで生き残るためのポイントと言えるでしょう。一塁手としての守備は高く評価されており、22年にはゴールデングラブ賞に輝いています。しかし、岡本和真選手が一塁へコンバートされた影響により、出場機会が減少してしまいました。他球団の首脳陣からは、まだまだレギュラーで活躍できると評価されているため、コンオフの去就が注目されています。高校通算87本塁打を記録し、2007年のドラフト会議では、4球団から1位指名を受け、日本ハムに入団しました。中日ドラゴンズも、中田選手の1位指名を視野に入れていたものの、当時の落合監督が、中田はダメだぞ。うちはそういうタイプの選手はダメだからな。と猛反対。理由は、素行の問題でした。当時中日のスカウト部長を務めていた中田宗男氏は、我々スカウトも、中田の素行面などは徹底的に調査を行っていた。やんちゃな面はあるが、指名を回避するほどではないという結論だったが、それでも落合さんは欲しがらなかった。と証言しています。中日はこの年のドラフトで、佐藤義則投手、岩崎翔投手を抽選で外し、赤坂和幸選手を1位指名で獲得しています。ちなみにこの年のドラフトに関しては、落合さんは中田の獲得に NG を出した以外は、ほとんど何も口を挟まなかった。中田スカウト部長のこのコメントから、落合監督がいかに中田選手を評価していなかったかがわかります。この背景には、落合監督が掲げていた、暴力撲滅が関係していたようです。高校時代に先輩からの暴力が原因で、野球部を7回退部したことがある落合氏。大学の野球部でも先輩からの暴力が原因で野球部を辞め、大学も中退しています。自身の経験から暴力を嫌っていた落合氏は、愛の鞭という名の鉄拳制裁で有名な、星野仙一監督のもと、87年から91年まで選手としてプレーしています。星野監督は、試合で連打を浴びた自軍の投手を降板させた後、ベンチ裏で殴るのは日常茶飯事だったと伝えられています。当時、正捕手だった中村武史選手は、試合中に顔の形が変わるほど殴られ、そのまま試合に出続けたこともありました。不甲斐ないピッチングが原因で制裁を受け、この状態で客前には出せない、と降板させられた選手もいるそうです。この頃の中日の選手は、ベンチの顔色を伺う傾向が強かったと伝えられています。落合氏は2003年の監督就任時、星野野球を反面教師にし、中日に蔓延していた体罰の習慣を排除しようと動いたのです。監督になった落合氏が全選手、コーチ、裏方スタッフに伝えたのは、暴力はどんな理由であれ一切禁止。監督だろうが、選手だろうが、コーチだろうが、球団スタッフだろうが、そういうものが出てきた時点で一発アウト。何があっても暴力を振るった時点でユニフォームを脱がせる。という言葉でした。暴力は絶対に許さないという方針を明確にしたものの、この方針が浸透するまでに長い歳月を要し、苦労したことを明かしています。120人くらいの所帯ですよ。何千人、何万人いる中での一例ではない。それがまさか、5年かかるとは思ってなかった。俺が言ったことが、周りには信用されてなかったんだろうなと。時間をかけて、本当にこの監督、コーチは暴力をやらないんだな。と選手に自覚してもらうのに5年かかった。暴力やパワハラなどの問題を根絶するために重要なことについては、
大きな書体で全部に浸透させようとするのではなく、小さなところからやること。大きな組織の中にある小さな組織のところから地道にやっていくしかない。これは何十年とかかると思う。暴力やパワハラが絶対にありませんと言える時代は、私たちが生きている間には訪れないと思っていた方がいい。それだけ時間がかかる難しい問題だと思います、と持論を述べ、問題解決の難しさを指摘しました。落合氏は22年11月にも自身の YouTube チャンネルで暴力問題に言及しています。首脳陣変わったからってコロって変わるっていうことはありえないんだよ。昔の負の遺産っていうのはいっぱい残ってるわけだから。だからチームを立て直す時っていうのは、どうやってそれを支えるコーチ陣を揃えるかっていうのは一つの問題ではあるよな。このような考えから、落合氏はそこに問題があった中田選手を欲しがらなかったと言えるでしょう。また落合氏が監督を務めた時代のファーストには、タイロン・ウッズ選手、トニー・ブランコ選手など中田選手より打撃力の高い選手がいたため、獲得する必要はなかったという意見もあります。中田の代わりに獲得したドラ1、ドラフトで中田選手の獲得を拒んだ落合氏。この2007年のドラフトで中日が1位で獲得したのは赤坂和幸選手でした。彼はプロ入り後どうなったのでしょうか。浦和学院高校では投手として活躍していましたが、強力な打撃力も持ち合わせており、高校通算58本のホームランを記録しています。中日は赤坂選手を野手ではなく投手として育てる意向を示しました。ルーキーイヤーには一軍公式戦初登板を果たしています。しかし2009年以降は一軍公式戦での登板機会がなく、2010年のシーズン終了後に外野手への転向と同時に育成契約に。徐々に出場機会を増やし、14年途中に支配下に復帰します。15年は主に代打で起用され、35試合で打率3割2分6厘の成績を残しました。粘り強い打撃でチャンスをつかんだかに見えましたが、16年は7試合の出場にとどまり、17年は1軍に昇格できずに終わり、オフに戦力外通告を受けています。落合の悪い予感が的中。プロ入り後もやんちゃを売りにしていた中田選手、ルーキーイヤーの春季キャンプでは報道陣に向けてエアガンを発砲するなどの騒動を起こし、その後も寝坊や遅刻、練習をサボることもあったと伝えられています。テレビ番組にも出演し、高校時代に気に入らない先輩を乾燥機に入れた、日本ハムの先輩と大喧嘩をした、など武勇伝を話していました。野球選手として結果は残していたため、彼を支持するファンも多くいました。しかし21年8月、中田選手は日本ハムの同僚選手に暴力行為を行ったとして無期限の試合出場停止処分を受けます。日本ハムの球団社長は記者会見を行い、被害選手に落ち度はなく、中田選手が突発的に腹を立てて手を出したこと、被害選手が受けた暴力はプレーに支障がない程度であることを説明しました。出場停止の後に解雇の噂もありましたが、中田選手は巨人へ無償トレードで移籍し、謝罪会見を行いました。彼の行為は日本ハムの顔として期待されていた信頼を大きく傷つけるものとなり、チーム内の雰囲気や信頼関係にも影響を与えました。中田選手を甘やかしてきた栗山監督や日本ハムの管理責任を問う声も上がっています。落合氏が不安視していた中田選手の素行が最悪の形で表面化してしまったのです。巨人移籍後は素行面の問題が報道されることはほぼありませんでした。しかし今年の10月14日、阿部慎之助新監督の下指導した巨人の秋季キャンプ初日に、中田選手のある異変が注目を浴びていました。利き腕である右手に大怪我を負い、ギブスで固定し、包帯でぐるぐる巻きになっていたのです。バットを振ることもできない状態だと言いますが、ほとんどのメディアはこの件について触れていません。この怪我は中田選手が自転車で転倒し、子供をかばおうとした際に負ったもので、骨がくっつくまでには約1ヶ月かかると言われています。中田選手の怪我に関する報道が少ない背景には、過去の暴力事件を連想させることで彼に対する評判の悪化を避けたいというメディアの配慮があるという見方もあります。巨人の広報部は次のようにコメントしています。中田翔選手は今月
自転車に乗っている際に路上の塀に接触して右手を受傷しましたが、今月14日の秋季練習開始からはジャイアンツ球場などでトレーニングを開始しています。本人は今月14日報道陣の取材を受けた際、受賞の経緯を直接説明しています。中田選手が FA 権を行使した場合、何かしらの影響が考えられるため、怪我の状態について具体的なことは明かされていません。 FA した場合の最大のネックは条件面だという意見もあります。中田選手の今季の年俸は推定3億円、移籍の際に保証が必要な B ランクとされています。 B ランクの選手を獲得した球団は旧年俸の 60% の金銭1億8000万円、もしくは旧年俸の 40% の金銭1億2000万円と人的保証が必要となってきます。中田選手が移籍先で大減俸を受け入れたとしても、移籍先の球団が巨人に莫大な保証をする必要があるため、獲得に二の足を踏む可能性も高いというのです。落合氏が中田選手を獲得しなかった背景には、暴力排除という深い考えがありました。あなたはどう思いましたか？コメント欄であなたの意見を教えてください。